どうも、マサズアウトドアチャンネルにようこそ。マサニーと川でどうでもいいチャンネルです。おはようございます。はい、おはようございます。マサニーと川での放課後の部室、はい、ということで、はい、始まってまいりました、はい。まあ、前々回かどっちかちょっと忘れてしまったんですけど、あの、まあ、我々、まあ、部室にいるんでいつも、あの部活が判明しましたよ実は登山部衝撃の事実、衝撃の事実です、ね、衝撃の事実、びっくりしたんですけど、 あこれ登山部だそう、登山部の、部室だったということで、で、まあ、タカとね約束して、はい、ちょっとお時間を作っていただいて、あれですよ、何ですか、登山に行きましょうということで、今登山、まあ、山にね、はい、向かっております。ただいま、朝の5時32分でございます。おはようございます。おはようございます。朝早いね。朝早いですね。やっぱ朝早いのなんか意味あんの？やっぱりうん、カロリーの消費が一番こう、あの効果的に消費できるのが朝っていう。本当？これマジじゃないですかね。じゃないですかねって言った時点でちょっとあれだけど。マジじゃないですかね。まああとは人が少ない？人が少ない。ああなるほどね。もう、あと虫が湧かない。これが一番いいですか、ね。そっか、朝って虫湧かないんだね。湧かないですね。なるほどね。で今まあゴールデンウィーク中、はい、あの連休中です。収録してるのが。はい、連休はどう過ごされました？連休ありました？連休は3日ありました。あ、3日だけ？はい、3日だけです。はいはいはい、はい、あの暦通りですね。ああなるほどね、なんか何しました？いつも連休は、連休はとにかく子供たちと遊んでました。いいパパ。いや、いいパパだ。いいだからいいパパの顔になってた。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いいパパの顔になってきたよ。もう本当に死ぬほど遊びましたね。何してんの？ちょっと教えて。まず初日にあの魚釣りに行って、はいはいはい、あの魚釣りどこ行くのよ？橋立です。あの橋立、加賀市内にある橋立漁港の あの辺で、あそこの辺を釣りしていいんだね。じゃあはい、していいです。そこで魚釣って、うんうんうん、で帰ってきて朝飯食べて、うん、で日中はあの、うん、中央公園でサッカーしてました。はいはい、3人、3人と3人と3人と、はい、あなるほどね、はい、それが1日目。それが1日目です。で2日目は、2日目はで朝起きて、うん、朝6時に子供たちを起こして、はい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 、あの山中散歩一周して、うんうん、で朝飯食べて、はい、今度は宇立山公園。ああ、はい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 、芝の芝あるとこね、はい、うん、そこまで行ってサッカーしましたね。サッカー選手育ててあげんの？いや、あの遊ぶものがサッカーボールしかないサッカーしてました。買ってあげなさいよ。はい、ごめんなさい。まあでも工夫でね、いろいろね、できます。ロケーション変えればもう違う遊び、違う遊びになるかもしれないからね。子供たちはもう分かんないからね、はい、違う遊びだと思ってるかもしれないね。で3日目が登山。登山、これ何時起きました？私4時起きました。なんで？わかんない。え、それあれ、やっぱ遠足前のあのドキドキ感みたいなの。4時起きです。4時起き。はい。マサルさんは何時起きたの？俺は5時。あ、5時。5時起きて、歯と顔だけ洗って、で待ってた。あ、なるほど。あとほら、頂上でご飯食べたでしょ？あ、食べたいです。それの準備と、あとはコーヒー、コーヒー、コーヒーの準備してましたよ。ありがとうございます。うんうん、なんかいい景色で、うん、やっちゃおうっていう話なんでね。はい、いいっすね。え、どんぐらいかかるの？登るのは。大体30分ぐらいじゃないですか。あ、そんなもんなんだ。うん。楽勝だね。楽勝楽勝。うん。やっぱその登山、俺登山したことないからね。何を着ていけばいいかもわかんないし、何を履けばいいかもわかんない。そういうのなんか俺言わないじゃん。俺に言わないですね。まあ登山なんて動きやすい格好でいいんですよ。ああ、本当に動きやすい。そうそう、登山ウェアはなんかあんの？タカの中でこれにしようみたいなのあんの？あのランニングウェアです。あ、ランニングウェアか。ランニングウェアですね。なるほどなるほど。でもほとんどまあスポーツウェアですね。スポーツウェアです。十分じゃないですか。シューズは？シューズはアシックスの、あれもうちょっと今あるんですけど、ちょっと取れるかな、ちょっと運
転集中してこれですね。あ、かっこいい。え、かっこいい。トレランシューズです。あ、なるほどね。はい、それでも最近買って、うん、まだ1回ぐらいしか使ってないんで、うん、僕ほとんどこれね、はい、あのサンダルなんですよ。出たサンダルバカ俺の兄貴とお前バカなんだから。サンダルなんですよ基本。バカだからね。サンダル山行くやつなんて。だからもうこれ買っても立ってるんですけど、はいはいはい、ほとんど履いてない。ああ、ね、サンダルだから。せっかくだからちょっとあの、うん、トレランシューズ履こうかなと思って。あ、今日はね。今日は、うん、あ、おしゃれおしゃれおしゃれというか、まあせっかく買ったのに使ってねえっていうのちょっとかわいそうだな。で、今日またあれなの、あの、まあ、30分ぐらいで終わんじゃん。はいはいはい。やっぱり帰って、子供たちと遊ぶの。また遊びますね。多分またサッカーするでしょう、ね、もう、アスリートやん。お前が、タカが体がつく、もう筋肉痛で痛くて痛くて。やっぱ筋肉痛なる。なりますよ。結構激しく動きますよ。ガチでやってるの。ガチでやってます。え、でも筋肉痛は2日後に来る？もうすぐ。いや、すぐ来ます。前日に来る？前日に来ます。あ、やっぱ衰えてないんだね、はい、でもね。その辺はまだ大丈夫そうですね。でもみんな結構言わない？もうこの年になってくると。あり、言います？そうでもないよ。まあ俺もすぐ来るけど。俺もすぐ来る。うん、まだ多分40代過ぎるまでいけるんじゃねえかなって僕は。ああ、なるほどね。準備運動はラジオ体操する？ラジオ体操だけしときますか。でもやっぱそれじゃやっぱ。まあ一発目した方がいいです、ね、確かにね、うん、結構あの地形が悪いので。あ、足首とかグギッとね、うん、なっちゃうし。まあでも俺やたらやらけえからな。あ、確かに。あ、じゃあ大丈夫です。ブニョ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 の実の能力。ブニョブニョの実弱そう。もっとかっこいいのがいいな。悪魔の実は何がいい？僕ですか。僕はやっぱりパラミシアン。うん、あが、でもやっぱゾーン系がいいですね。ゾーン系がいいの？いい、うん、タフですし。まあまあまあ確かにね、うん、何がいい？牛牛の実。弱そう。アラバスタで死ぬやん。アラバスタやん。牛牛の実能力ですね、うん、モデルあのバッファローみたいな。あ、強そうじゃないですか。ちょっとだけで、サッカー？サッカー。子供たちとサッカー。それで、はい、ロギア、ロギアでしょやっぱ。あ、ロギアで、でも最初の頃はやっぱロギアでよかった。憧れますね。憧れましたね、うん、でも覇気が出てきちゃった。まあでも関係なくなってきたよね、ロギアでは。うん、パラミジアのがいいんじゃないっていうのが今出てきてるもんね。出てきましたね、うん、ワンピース追いかけてる？まだまだ追いかけてますよ。あ、本当、うん、今どうなってんの？今もうカイドウと一騎打ち。ああ、ルフィが？ルフィがあの四皇のカイドウと一騎打ちですよ。マジで？やばい。カイドウってドラゴン？ドラゴン。ああ、ウオウオの実の能力。ウオウオ？ウオウオ？ウオウオ。え、ウオウオってドラゴンのうなる子のウオウオの。ウオウオ。当てつけもいいところだけど。小田さんやったな。小田さんやりました、ね。やりましたね。小田さんやってんな。やっちゃいましたね。やってんね。やりましたね。だいぶやってんな。まあでも物語としてはすごい完成されてます、ね。まあそりゃそうでしょ。だって世界一なんじゃない？世界一近いんじゃないですかね。世界一よ。だってね、まあなんだろう。まあ俺よく、まあ今行ってないけど海外とか行くじゃん。はい。で、俺古本屋とか、まあ本屋さんもいい。ああ、行く。本屋さんの、特にアメリカの本屋さんって、オリジナルでトートバッグとか、作ってんだけど、ええ、それがすげえ可愛いのよ、うん。それを見に行くんだけど、もう、漫画コーナー、ワンピースとナルトばっかりやからね。英語訳と、いわゆるペーパーバッグ版。そう。そう。マジで。もうアメコミより全然ワンピース、ナルト。あ、そうなんですか。もうほんと一番いいところにもう段積み山積みよ、うん、すごい。日本の漫画ってすごいよ。すごいですね。うん、まあ面白いからね。まあ面白いですね。うん、でに日本のエンタメで最強なのは漫画だと思うよ。漫画ですね、間違いなく ね漫画かアニメ、アニメ、うん、まだどっちもだね、うん、漫画で
ヒットしてアニメ、うん、でも爆発的ヒットしてアニソンだね、うん、音楽だってアニソンしか強くないでしょだって最近。ああそうですね、今本当に有名なアーティストはほとんどアニソンに向かっちゃいますもん、ね、そうでしょ、うん、そこしか強くないんだよね。まあでもいいけどね、俺は好きだから、うん、アニメもね、うん、漫画もね、だから格闘漫画しかないな、バトル漫画しかないんだよね。あ、そうか、そうバトル漫画だけ、うん、海を渡ったのが。なるほど、うん、よし、じゃあ一緒にバトル漫画描く絵は誰が描くんです？構成は多分マサルさん。構成は任せて、構成は任せて。僕ですか？うん俺の絵絶望的に下手っすよ。いや俺もよ俺絵も下手だし字も下手だしやばいことになるよ 俺描いたら。俺はやばいっすよ。でもワンパンマンを超えよう。ワンパンマンを超える、うん、俺たちの夢。ワンパンマン、俺ら漫画部だからね。漫画部だったんすか？え、登山部なのに漫画部。漫画部、やっぱ文系も行くから。文系も行くんすね。そう両党だから。両党だ、うん、なるほど。ワンパンマン超える漫画、うん、なんか考えてます？構成みたいなの。構成はやっぱパンチ一発でやっつけちゃう。それもほぼほぼワンパンマンですね。ほぼほぼワンパンマン。ほぼワンパンマン。ワンパンマン。でも髪をふさふさにしよう。筋トレしても髪抜けない。そう。あのハンサムパンマン。ハンサムパンマン。もう。アンパンマン。もうアンパンマンでいいじゃない。アンパンマン海越えないからな。やっぱ越えないですかね。越えてないからな。そうそう、いい感じの山になってきましたね。ええ、うん、いい感じに山ですよ。いいね。もうあとわずかですね。いいですね。いいですね。これ一本、これトークだけでいきますからね。あ、マジですか。我々はこれ二本目が山ってことですか。山。あ、なるほど。で帰りが3本目。濃縮濃縮。トークが濃いからやっぱ。ああ、なるほど。やっぱもうこれトーク番組ですもんね。これトーク番組ですよ。これトーク番組ですから。はい、確かに確かに。うん、車中トークっていうね。ああ、でもまあ車中トークはあのこんなむさい男よりやっぱね大学生とかとしたいからね。たまに、たまに私がしてますけどね。ああ、タムコって、うん、どういう関係なんですか？ちょっと言えないよね。え、言えない嘘古着屋さんとかで知り合ったり、あとバイク仲間だったり。なるほどね。そう僕なんか人妻とトーク番組とかしたい、ね、そんなもんしたいに決まってんじゃん。人妻、あの30代後半ぐらいの、うん、あの油の乗った人妻とトーク番組したい。あのね、しろ勝手にしろ。すっごいしたい。勝手にしろ。してみたい。うん、いや分かるよ。俺もしたい。したいですよね。俺もしたい。なんかスナックでやりたい。ああ、スナックのママと撮影したい。それは面白そうです、ね。そう。なんか酒飲みながらね、ダラダラとね、したいよね。結構回せる人がいいですよね。あの女性でも。まあまあ確かにね。そう、逆に俺が回されるそのね、そう振られるっていう。うん、振られる方みたいじゃないですか。みんな。あ、本当？うん。あ、そんなもん？そんなもんだと思います。そう、振られて振られてこうどこに行っちゃうのかっていう。ああ、なるほどね。マサルさんが。はい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 。そんなね回せる人いないからね。確かに。まあいないですね。いないでしょ。いないですね。しかもまさによりよ。まあ、アカシアさんまぐらいじゃないですか。いや、だったらもっといるわ。そっか。いや、到着しましたよ。あ、ここっすか？はい、ここです。はい。ということでね、このトークパートは終わりですよ。はい。今からはゴリゴリに山登っていくんで。はい。はい、頑張ります。ということで、また来週ですね。はい。はい。また来週お会いしましょう。バイバイ。